朝ごはんはベーグルなんですけどこれ冷凍の状態で売ってたんですよね解凍して焼いたら普通のベーグルに <laughs> なっちゃいましたけどそっか冷凍っていう手があるかと思いましたなんか常温で売ってるベーグル冷凍しても保存効くのかなまあ、とにかくこれは冷凍状態で売っていて解凍したベーグルです焼いたらちょっと焦げました <laughs> と、えー、ヨーグルトですねいただきます ファミリーマートの冷凍つけ麺をお昼ご飯にいただきます。ゆで卵茹でました。あと、ピカードの角切り。ピカールじゃないああ、そうだ。ピカールの角切り野菜。我が家はつけ麺は、あの、水で締めるっていうのをやらないで、厚盛りスタイルですかね。厚盛りでいただきます。いただきます。<laughs> 今日の VLOG はアルファセブンスリーで撮ってます今もアルファセブンスリー <music> 朝からずっとアルファセブンスリーです <laughs> ご飯食べに行きます <laughs> じゃそれ <laughs> <laughs> またまたジョナサンにやってきましたハンバーグ そう、先日 YouTube のコメントで奥州産タスマニアビーフ100%ハンバーグが美味しいと聞いたのでこの中から選びたい違うのが出てきた <laughs> デミグラスソースかな和風ビネガーソースも引かれるけどデミグラスかな スカイラークアプリちょっと真面目に調べて使ってみようか、うん、スカイラークアプリあこれ開くってうんでそるから入ってはおるねそうねそういうこと、ね、<laughs> ちゃんと使ってみようかねおかしいの入れていた,い <laughs> ていたちょっとちゃんともうちょっと見てみます設定確認します 念願のハンバーグ夫はカットステーキ付きとしらす丼しらすご飯にしました私もレミグラスソースとしらす念願のしらすいただきます 次回スモールワールズに行った時にもっとミニチュアをよく見るために健康のギャラリーアイという単眼鏡を買いました6倍6倍まで大きく見れるそうですなんかえーとこれ何て言うんだっけベロアっぽい袋とあと首からぶら下げるストラップが。 ついてましたこれで次回はもっと大きくミニチュアを見ようと思います楽しみですこんにちはファイナンシャルプランナーのフローチャイアですここ何日かに分けて税制優遇講座についていろいろとこう一日で話せる範囲内でお話ししてきたんですけれどもちょっとここあたりであのこう全体像を見るために一覧にまとめてみました で2020年現在で選択できるものという、まあ、主な選択肢として iDeCo 一般 n i 積立 NISA という、まあ、3つの比較の図にしてみたんですけれども、まあ、あえて名前を付けるならマッチョな iDeCo、まあ、すごく制度としては重さがあるという意味でマッチョな iDeCo ですね老後にコミットするための iDeCo に株式をしたい人のための 一般でもまあ多分王道は積み立て NISA なんじゃないかというような、まあ、タイトルもつけてみました。という、まあ、そのタイトル通りおそらく多くの人のオーソドックスな初めの一歩の対象になるのは積み立て NISA で,でその老後にコミットしたいという方はちょっとこう制度上重たいですけれどもイデコという選択があるとで株式をしたい場合には積み立て NISA 使えませんので、まあ、そういう方は一般 NISA が対象になってくるんじゃないかなというふうに思っています。 その他に日々の中あのこう小分けにしてお話ししてきた中で触れられなかったポイントとしては例えば iDeCo というのは口座開設の時とか口、えー、座を維持する間に手数料がかかるんですよっていうようなお話をしてきたんですけれども、まあ、あの厳密には手数料っていうのはそのどこの証券会社さんとか銀行さんで開くかによって。 金融機関開く金融機関によって手数料変わるんですけれども最低限の金額っていうのが決まっているのでちょっと表に書いてみましたで実はその毎月毎月 iDeCo の賭け金を拠出するという方法だけではなくて1年間にまとめて、まあ、例えば12月にまとめて1年分を拠出するっていうような方法もありましてその方法だとまあやや手数料が抑えられる傾向にあるということですね。 毎月の場合はあの、まあ、どの金融機関で口座を開設した場合でも維持費が2052円かかる1年間でですねでそれを一回年払い1回にすると、えー、最低限かかるところの場合でも、まあ、897円からに抑えることができるので、まあ、年払いという選択肢もありますよというようなお話は確かしてないお話かなというふうに思います。 でその一般ニーサや積みニてサとイデコどういうふうに使っていくかというご質問も多いんですけれどもも,うもちろんこれはもうあくまであのこういう目安ってどうでしょうかという提案にとどまるんですけれども例えば、ね、45歳まではニーサとか積みニてサ i s 優先で45歳を超えたらイデコ優先というのがいいんじゃないかなというふうに思ってます。 というのは、そのやはりイデコの、いでこの60歳、原則60歳までお金を下ろせないという特徴が、いろいろこれからライフプラン、ライフイベントが起こる若い世代にとっては、手元にお金を、ある程度まとまったお金を置いておきたいという部分においては、ちょっと足かせになる、重たい部分があるんじゃないかなというふうに思うんですね。なんで例えば45歳 未満とか45歳以下の方でもあの貯蓄がすでに500万円ぐらいある方というのはイデコと相性いいと思うんですけれども、まあ、あのまだちょっと貯蓄がそんなにないしあの、まあ、そんなに貯蓄習慣もないんだよねっていう方はあの、まあ、まずは積み立てに i かに i でカジュアルに投資をしてみるとで逆に今度45歳を超えてきた方というのは、まあ、あ,のある程度貯蓄がないと下ろせないお金なのでイデコもあも重たいですけれどもそれでもやっぱりあの 老後ままででみカウウンントダウンに入ってきますのでそうすると、まあ、できればあのこう社会人生活の後半のフェーズあの所得税率も高い可能性が、まあ、あの確率的には高いですからそう考えると、まあ、あの所得税の減税住民税の減税を受けながら貯蓄の代わりに入れこをやってであの最短だと15年後に受け取ることもできるので入れこを、まあ、先に考えてで入れこを使い切ったら 積みたて NISA とか NISA を考えるっていう優先順位ってどうかなっていうふうに思います。なので、45歳よりも若い方は、まずは NISA や積みたて NISA を使う。で、使い切ってもっと投資したい方は、イデこも併用。45歳を超えてくると、まずはイデこを使い切るっていうことを考えて、使い切ったら、 NISA を併用というような優先順位の付け方だと選びやすいんじゃないかなというふうに思いますもちろんあの貯蓄がしっかりある方は年齢に関係なく両方併用することができるとよりまあ将来の資金という意味では手堅いかなというふうに思います。というわけで今日は税制優遇講座のざっとしたこう一覧表での比較と45歳とか貯蓄額をめどにして どちらを優先順位をつけて選んでいくかっていう、まあ、選び方の一つの目安ですねについてご紹介をしてみました,以上 FP 小話でしたこちらのチャンネル「フローチ Vlog」では日常の記録 Vlog の中にお金に関する情報を見込んでいくというコンセプトで動画を更新しています。 19時に更新しておりまして毎日見ていただくことでなんだか最近お金に詳しくなった気がすると感じていただくことを目標にしています動画の概要欄にはその動画に関連するリンクなどのテキスト情報をできるだけ丁寧に書くように心がけておりますので気になるテーマが出てきましたら動画の概要欄もご覧いただけるとお役に立つかもしれませんこのチャンネルの動画を面白いと思っていただけましたら いいね評価やチャンネル登録いただけると嬉しいです今後ともよろしくお願いします